白浜町のアドベンチャーワールドで暮らすメスのジャイアントパンダの彩浜が今日6歳の誕生日を迎え、竹でできた特製のボールなどがプレゼントされました。今日白浜町のアドベンチャーワールドでは誕生日会が開かれ、6歳の誕生日を迎えた彩浜にアドベンチャーワールドで竹を使ったアート作品を手掛ける台湾のアーティストが手作りした竹製のボールや虹や数字の6の形をした氷などがプレゼントされました。彩浜は早速氷やボールを抱きかかえて遊び、プレゼントに大満足の様子でした。体重わずか75グラムとアドベンチャーワールドで最も小さく生まれた彩浜ですが、その後は病気や怪我もなく、今月3日現在の体重は 103.8 キロと立派な大人のパンダに成長しました。また今日は彩浜と命名した人の中から抽選で選ばれた15人がお祝いに駆けつけ、大きくなった彩浜の姿を見守っていました。プレゼントした氷も竹のボールも全部遊んでくれて本当に嬉しかったです。今までと変わらず病気も怪我もしないで元気にすくすく成長してほしいなと思います。